こんにちは、株式会社鈴木です。自動旋盤専門商社です。自動旋盤に関するお問い合わせやご相談などがございましたら、ぜひご連絡をください。どうぞよろしくお願いいたします。今日の一言日記ですが、久しぶりの YouTube になってしまいました。前回お話しさせていただいた奥歯の親知らずのオペを無事に終わったのですが、一月ぐらいずっと調子が悪くて、インフルエンザにかかっている時のような、そんな感じの状態が続いてしまいました。やっと良くなりましたので、また今日から YouTube 撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。